爆笑鬼足知らんけど、に対する競馬ファンの反応集。ここ使って詰めって感じでしょ。再生完了です。知らんけど、スタートしました。モンテルナ、いいスタートを切りました。出遅れかよ。12番の知らんけど、後ろから。さあ、先行争いです。まず間からは、ウォーマックスが伺います。1から2番のイファンヌス、最内から1番のコスモグングニール、連れて4番の4コーナーカーブから直線コースへ向かって残り400を通過、坂をこれから駆け上がります。先頭は2番のユハンヌス、ユハンヌスが先頭です。ウォーマックスが外から並びかける。うち1番のコスモグングニールは若干後退加減。代わってストーつきましては7番のホミルマジック。ホミルマジック足を伸ばしてくる。そして真ん中からスルスルとさあ5番の名将フラムが足を伸ばしてくるが、先頭は2番のユハンヌス粘る、ユハンヌス粘る、しかし外からぐんぐんとゼッケン12番の知らんけどが差し切った。知らんけどです。後方待機の知らんけど、最後は直線切れました。爆笑、えぐ、やば、知らんけど、はぁ、は、嘘だろ、わお、マジか笑い、なんちゅう足や、おい誰や諦めとるやつ、さ、強いな、知らんけど、知っとけや、差し切った、知らんけど、なんやこいつ、すっぽ笑い、なんだこの足、まあ知らんけど、すごいやん、知らんけど、勝ってませんけど、知らんがなう、えぐいなわら知らんけど、知らんけど笑い、わろたう、はい、こぶすけその豪客は本当に知らんけど、知らねえよう、知らんわう、知らんけどう、勝ちよった知らんけど、勝ったな知らんけど、強くて草知らんけど、え、何この馬知らんけど、勝ったのかよ、知らんけど、ええやん、知らんけどです。後方待機の知らんけど、おいおい、こんなん知らんけど、えぐい、なんだその足知らんけど、わろた、うおわおおお、こいつ強いんじゃないか、知らんけど、は、知らんけど、勝ったの、知らんけど、あれで勝ったのか、強、こんなの来るなんて知らんけど、マジで知らんけど、すげえ足やな知らんけど、クソおもろい、知らんねん、誰やねん、強くて草知らんけど、すごい差し足じゃん知らんけど、すごい重賞級、知らんけど、きたー、いや、こんな馬マジで知らんねんけど、これは笑うしかない、初勝利おめでとうを弾けたね音符、知らんけどきたわ、勝ってないわ、知らんけど、草、いきなり突っ込んできたな、知らんけど、なんだこの豪客、知らーん、あれ一着じゃね、知らんけど、差し切ったかどうか本場は知らんけど、すごい足だな、知らんけど、知らんけど勝ち切った、どういうこった、君が飛んでくるなんて知らんけど、実況も力入るわ、えぐ、知らんけど、おかえり、あなたの500円、知らんけど、知らんがな、何やってんのよ知らんけど、うおおすげえ知らんけど、手遅れから強すぎるわ、知らんけど、単勝万馬券ちゃうん、知らんけど、実況クソワロタ、すっぽ、知らんけど勝ってもた、誰なん、めっちゃ怪物やん知らんけど、こんなん笑うわ、これ勝ったのか、知らんけど、怒涛の知らんけど好き、勝っちゃったわ、知らんけど、後方から差し切って一着知らんけど、勝ったんじゃね、知らんけど、買えんけど、知らんけどは草、これは買えたわ知らんけど、めっちゃ展開向いたやんけ、知らんけど、外れたけど笑顔になったわ、三連単取っちゃったかも、知らんけど、実況が全部投げやりに聞こえる知らんけど、すごいすごい知らんけど、知らなかった、知らんけどなんか飛んできたなき、こんな足使えるなんて知らんけど、今後も知らんけどの名前が実況で聞けると思うと胸熱、実況の人も楽しんでるよな、展開に助けられたな、知らんけど、勝つなんか知らんけど、よく伸びました知らんけど、こういうわけわかんない場面買えば当たる説あるね知らんけど、京介の追い込みは本当にやばいな、知らんけど、トレンド入り間違いなし、これはやばい、強い知らんけど、かすりもせんかったは知らんけど、面白い、強いな知らんけど、マジで諦めてた、しかも頭かよう副賞しか買えんけどよくやったー、ほんま、知らんけどわら、実況も予定外すぎて驚いてるだろ、これは無理、知らんけど、勝ってないけど、差し切り豪快知らんけど、実況末足強烈知らんけど、すげえ配当になりそうだな知らんけど、すごい末足、知らんけど、知らんけどって聞こえ方によっては名馬の響きがある、さすが国分、将来 G1 勝つやん知らんけど、前走上がり最速やん、
知らんけど、ディープ並みの末足やん知らんけど、単勝買えばよかったよ知らんけど、これが夏競馬か知らんけど、かっこいいわ、知らんけど、末足豪快知らんけど、この成績でどうやったら買えるねん。完全に伏兵やんけ、知らんけど、くさ、いつ来たのか、知らんけどわら、フランケルと2時しか違わんし、名馬の予感、おじいちゃんディープやん知らんけど、あれだけで遅れて届くもんなんだね知らんけど、まともな名前つけたれよ知らんけど、なんか買ってもうたわ、知らんけど、ディープの血ですかわら、こいつが凱旋門勝つんちゃうんか知らんけど、よく宮デビューも上がり最速やんけ、知らんけど、怪物知らんけど、国分京介 G1 馬との巡り合い、知らんけど、G3 馬りの末足炸裂してて草、競馬はわからんね、知らんけど、ぜひ重賞でヒーンと叩き合いしてほしい。実況が聞き物。なんか知らんけど G1 勝ちました的な馬になるかもしれない。初勝利おめでとう知らんけど。